ようございます。足の子の朝でございます。めちゃめちゃうまそう。マンゴージュース、朝食美味しかったですよ。ここは5300円ぐらいだったよ。この宿すごい良かったんでまた来たいですね。ロヘンリゾート&ラウンジ箱根さんでした。箱根出発します。実の工程、箱根宿、三島宿、沼津宿、原宿、吉原宿の約40キロの工程です。今日は日本橋から14番目の吉原宿まで行く予定です。地味に坂だな。まだ頂上じゃないんだけどね。富士山が見える。一番高いとこまで来たぞ。146m 登ったね。あとは下るだけだからね。
真、これはいいわ。見出してもらおう。あー素晴らしい景色見えるかな。谷底に本当に落っこちそうになる。これだよ、これです。タンナ盆地が見えますね。すっごい自転車モリモリ。ちょっと行くとお城があるんですよね。これだこれだ。山中城址。ここ来たかったんですよね。あと、あと、やっぱすごい。こういう山城の周りはこういうくぼみだらけ。西の丸に張りたい。こっからの富士山。そしてこれが障子堀。これね、これが見たかったんですよ。障子堀。からの富士山。よかった。でかいね。山中城址。ここ急コイドだった。
ケット売り場。おってここで気づいたんですけど、絶妙にいい場所に椅子が置いてありまして、富士山見るよ椅子。でっけえ、よいしょ、錦田の一里塚。よし、あっちにもあるね。13キロ来たか。切り坂だ。阿丹後坂の優勝です。阿丹後町の東海道踏切。
湯葉川です。到家。見せてもらいました。よいしょ、かき氷売ってる、食べたい。気持ちいい。道をそれます。湧き水で有名な柿田川公園に寄り道します。
いやおわ踏まれないようにね、組み場でお茶の容器に無料の水汲みスポットを発見しまして組ましていただきました。いやあ暑いんだわ今日も。沼津の一律か。あ、猫いる。沼津市到着です。じゃあ寄り道して水族館の方行くよ。初めて来たので、やっぱり海鮮丼を食べたいなと。すんげー混んでる。ちょっとお店を探して右側のお店のドームスさんに行きました。ありがとうございます。この海鮮丼も1850円でした。このエビがブリンブリンでめっちゃうまかった。めちゃめちゃ新鮮で美味しかったですよ。お疲れ様でした。トムスさんでした。ちょっと変わったプリンがあったので買ってみました。悪魔の美肌プリン、魚屋さんが作ってるプリンらしくて、あのコラーゲンがたっぷりだそうです。プリプリしました。お姉さんごちそうさまでした。来た来た船が。
原通りを進んでみます。こっち海の方に行くとサイクリングロードがあるということなので、そちらに行ってみます。到着です。白隠誕生地前交差点まで来ました。すぐそばに石碑と産湯と歩道があります。白隠宗に松陰寺なんか枕木っぽい、バツとか書いてる。すぐそばなんで原駅の寄り道です。開業時に作られたランプ小屋が残ってました。この辺で宿場は終わりです。富士宮焼きそばゆきちゃんに行きたかったんですけど、
いっぱいで入れませんでした。富士市に入りました。またサイクリングロードを通ってきます。吉原駅の南口に来ました。この地下道は夜間富士市の一人歩きは危険ですから、東側の JR 駅構内の歩道橋をご利用ください。これ危険なんかな、襲われるのかな、何の恐れありって書いたんだろう。冠水の恐れある。なるほど。確かに怖え。駅がこっちだ。急に声かけられてびっくりしちゃいましたけどね、操作が分からなかったみたいです。ありがとうございます、助かりました。今時間かかって申し訳ないです。忙しいところありがとうございます。やっぱり今日は見れませんでした。左富士見たかったな。見えませんでしたね。朝は見えた。
越え橋。吉原宿到着です。宿に到着、富士見旅館ね。富士見旅館ね。かわいい。本日のお宿全然最高じゃん。クーラーもついてるし。じとなる。こっちもじとなるキッチン。こっちにカレー美味しそう。焼きカレー初めて食べましたけど美味しかったですね。you